あ、まだこんな時間これ寝て終わった。起きるのがだいたいお昼過ぎ。うん、やばい。そして恒例の二度寝。朝ごはんは糖分たっぷりのケーキ。そして朝に飲むドリンクは必ず炭酸飲料。お昼はだいたい動かずにベッドの上で YouTube 鑑賞。使われずにずっと眠っているプロテイン。水は飲まない。水分の源はすべて炭酸飲料。活発的な人を見ても特に感化されない性格。遅すぎるお昼ご飯。お昼ご飯よし。そして毎日恒例のジャンクフード。うん。やっぱりビーフパティは3枚以上。うん、うまい。まあ、めっちゃうまいわ。はあ、じゃあそうそうやるか。やめれないお酒。ああ、これだ。ああ、みんな見えてる？いつもの筋トレ行きます。
夜は筋トレの時間ですから、夜と言ったらね、よっしゃー、いつものやつありますか。はい、出ました。ふぅー、寝てる筋トレ。やっぱな、筋トレはな、毎日やらなあかん。うん、間違いない。1週間に1回2回なんてあかん。もう毎日、よいしょ、みんな見えてる、これ一緒にやろう。よいしょ、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 2、3、5、7、8、11、15、20。ソーシャルメディアのカメラが回った時だけ頑張るやつ。夜はお決まりのラーメン、映画でラーメン、いやー、イカゲーム面白いけど、やっぱ地獄も面白いな。よっしゃ、寝る前にこれだけ食べて、うわー、美味しそう。寝る前のデザートは欠かせない。ああ、よく寝れる、これで。寝る寸前まで食べてしまうお菓子。何さっきの夢は。いや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 、ちょっとなあ、おお、びっくりした。寝すぎたかと思った。昨日飲んでない、だから寝つき悪かったんか。
ライブ。